美女、イケメン芸能人の激太り15選。皆さん、こんにちは。過剰にスレンダーで美しい体型を求められる芸能界、多くの芸能人は自身の体型を維持すべく食事制限を徹底したり、トレーニングに励むなど美に対するこだわりを SNS などで発信することも珍しくありません。しかし中には、年齢やストレスなどが原因で見る影もないほど激太りした芸能人も存在します。そこで今回は、激太りしたイケメン美女芸能人15選をご紹介します。西野カナ。女子中高生を中心に絶大な人気を誇る西野カナさん、デビューから約15年、数々のヒット曲を生み出してきました。しかし、西野カナさんの体型には大きな変化があったようです。2008年のデビュー当時、西野カナさんは少しぽっちゃりとした印象でした。その後、全国ツアーの多忙さとストレスから、2011年には57キロまで体重が増加、ファンからは顔がパンパンなどの声が上がるほどでした。ところが、わずか1ヶ月で驚異的な変化を遂げます。2012年、西野カナさんは見事な美ボディを手に入れたのです。そのダイエット方法は意外にもシンプルでした。18時以降は何も食べない、間食しない、週3回のジョギング、これらを徹底して行った結果、7キロもの減量に成功したのです。以来、西野カナさんはそのスタイルを維持し続け、カリスマ的な存在となりました。2019年、活動休止と結婚を発表。2023年には第一子も誕生しました。そして2024年6月、待望の活動再開を果たします。復帰後の西野カナさんについて、太ったという声もありましたが、実際は雰囲気が変わった程度、むしろ大人の女性としての魅力が増したとの評価も、変わらぬ美しさと新たな魅力を身につけた西野カナさん、これからの活躍に多くのファンが期待を寄せています。宇多田ヒカル。歌手デビュー以来、数々のヒット曲を生み出してきた宇多田ヒカルさん、近年その姿に大きな変化が見られると話題になっています。1998年、わずか15歳で衝撃的なデビューを飾った宇多田ヒカルさん、オートマチックやファーストラブなど数々の名曲を世に送り出し、平成を代表する歌姫として活躍してきました。そんな宇多田ヒカルさんですが、2023年8月のテレビ出演時、そのスリムな姿にファンから驚きの声が、痩せた、綺麗になったと SNS 上でも大きな話題に。実は宇多田ヒカルさん、過去には激太りが話題になったこともありました。2002年頃から徐々に体型に変化が見られ始め、2020年頃まではふっくらとした印象でした。しかし2022年頃から急激に痩せ始め、現在では驚くほどシャープな体型になっています。この劇的な変化の秘密は6つのダイエット法にあると言われています。1つ目は食生活の改善。以前は料理をしなかった宇多田さんですが、最近では自炊を始めたそうです。2つ目は白湯を飲むこと。代謝アップに効果があるとされる白湯を日常的に飲んでいるそうです。3つ目はウォーキング。 SNS でもたびたびウォーキングの様子を投稿しています。4つ目は筋トレ。腹筋が割れているほど鍛えているとか。5つ目はヨガ。心身のリラックスにも効果があるそうです。そして6つ目はダンス。2017年のミュージックビデオではダンスパフォーマンスも披露しました。これらの努力の結果、宇多田ヒカルさんは見事なボディを手に入れ、ますます魅力を増しています。41歳となった今も若々しさと美しさを保ち、多くのファンを魅了し続けています。今後の活躍にも大きな期待が寄せられています。仲間由紀恵。女優として数々の人気作品に出演し、美しさと演技力で多くのファンを魅了してきた仲間由紀恵さん、しかし近年その姿に大きな変化が見られると話題になっています。今回は仲間由紀恵さんの激太り騒動の真相に迫ります。1979年生まれの仲間由紀恵さんは15歳でデビューし、トリックや牧戦などの大ヒットドラマに主演、透き通るような美肌と整った顔立ちで知られる美人女優として長年活躍してきました。仲間さんの体型の変化が注目され始めたのは2017年頃、テレビ番組に出演した際、
ふっくらとした姿にファンからは驚きの声が上がりました。仲間さんの体型変化の背景にはいくつかの理由があると考えられています。 1. 妊活の影響。結婚後、子供を望んでいた仲間さんは妊活を開始、不妊治療によるホルモンバランスの乱れが体型変化に影響した可能性。 2. 夫の不倫報道によるストレス。2017年に夫の田中哲司さんの不倫が報じられ大きなストレスに。 3. 役作りの可能性。2022年の NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでの母親役のイメージに合わせた体型変化との見方も。2018年に双子を出産した仲間さんは現在44歳、ドラマや番組 MC など精力的に活動を続けています。体型については徐々に昔の姿を取り戻しつつあるものの、一時期より丸みを帯びた印象に。しかし年齢を感じさせない美しさは健在で、ファンからは太っても綺麗という声も。激太り騒動を経験しながらも変わらぬ魅力で活躍を続ける仲間由紀恵さん、これからも多くの人を魅了し続けることでしょう。山本瑞希。女優の山本瑞希さんはデビュー当時はキャンキャンの専属モデルを務めるなど、スレンダーな体型で人気を博し、近年では女優としても活動の幅を広げています。2020年に俳優の瀬戸康史さんと結婚し、2023年に第一子を出産して表舞台に復帰すると、そのあまりの変化にファンの間で物議を醸しました。ネット上では「めちゃくちゃ太ったね」「貫禄ありすぎる」「山本瑞希産後で顔とか二の腕とか激太りしてた」「果たして前の体型に戻れるか」などと辛辣なコメントが寄せられました。もっとも妊娠中は基礎代謝が低下しやすく、産後もホルモンバランスが崩れて太りやすくなるため、山本さんの産後太りは仕方ないと擁護する声も多く、むしろ産後1ヶ月で表舞台に出られるようにある程度体型を調整したことを称賛する声も多く寄せられています。櫻井翔。嵐の櫻井翔さんは30代に突入した2013年頃から激太り激痩せと体型の変化を何度も繰り返しており、ピーク時には二重顎になるほど顔がパンパンに膨らみ、スーツの襟が詰まって苦しそうに見えることもありました。ファンの間でも櫻井さんの著しい体型の変化は周知のものとなっており、激太りするごとにネット上では「翔くんは調子のいい時は痩せていて、疲れてる時は太りがち」「また翔くん太ったね」「嵐活動を休止してカロリー消費できてないのかな」「30歳過ぎてだんだん二重顎になって」超イケメンの翔くんはどこ行ったの、などの声が上がっていました。そんな櫻井さんは太りやすい体型であることを自覚しているのか、10年近く大好きなラーメンを絶っていたようですが、近年では週に 1,2 回ほど昼間に家系の油ギトギトこってりラーメンをスープまで平らげ、それで午後に胃もたれして気持ち悪くなり、夜はサラダで済ますという独自のダイエット法を編み出し、2キロの減量に成功したとテレビ番組に打ち明けていました。テル。ロックバンドグレーのボーカルテルさんはビジュアル系ならではのスタイリッシュなルックスで一時代を築き、女性ファンからは美しいとまで称賛されていましたが、2011年頃をピークに激太りし、現在では見る影もないほど劣化していると話題になっています。テルが太ったとかいう画像が衝撃的すぎてどうしても信じられない。ビジュアル系が太ってはあかん、肌が汚いから太ると清潔感がなくなる、などの辛辣なコメントが多数寄せられています。テルさんが激太りした理由は定かではありませんが、油断するとすぐふっくらしてしまうと自ら認めており、2016年には体型を戻すためにファスティングを行い、スムージーやキシリトールガムでダイエットに励み、1ヶ月で5キロダウンに成功したと自身の X で報告していました。実際にピーク時に比べると現在はスリムな体型を取り戻しつつあるものの、ネット上では老けや劣化が激しいと嘆くファンの声が見受けられます。矢口真理。2013年不倫騒動で世間を騒がせた矢口真理さん、芸能活動を休止し姿を消した矢口さんですが、その後の変化に注目が集まりました。
活動休止から3ヶ月後、都内のマンションに姿を現した矢口さん。その姿は以前とは大きく違っていました。二重顎が目立ち、体全体も太っていたのです。自宅に引きこもる生活の中で矢口さんは激太りしていったようです。人前に出ること自体が怖すぎてと語る矢口さん。精神的にも追い詰められていました。しかし2014年10月、テレビ番組に生出演した矢口さん、そこで活動休止中の生活を振り返りました。貯金を切り崩しながら生活していた。母に食料品や DVD を調達してもらっていたなど、苦しい胸の内を明かしました。その後ダイエットに励み、徐々に芸能活動を再開。2020年には新たな姿でファンを驚かせることに。インスタグラムで太ったと告白した矢口さん、全身写真を公開するとファンからは驚きの声が。しかしそこからまたダイエットに励み、体型を戻されたようで、現在もアベマの番組などで活躍しています。苦難を乗り越え新たな一面を見せ始めた矢口真里さん、これからの活動に注目が集まります。吉澤ひとみ。同じく元モーニング娘。の吉澤ひとみさんは、阿部夏実さんや後藤真希さんらと共に全盛期のグループを牽引するアイドルとして注目を集め、4代目リーダーを務めるほどの人気ぶりでした。しかしグループ在籍中の2002年頃からアイドルの派手なステージ衣装と相まって、一部の視聴者からはプロレスラーと揶揄されることもありました。実際にその変わり果てた姿に、吉澤ひとみはモームス加入中に激太りして、キメ顔も顔がパンパンのせいで情けない顔になってた。一時激太りしてた吉澤ひとみは、衣装からポヨンとした腹が見えてて衝撃だったなどのコメントが寄せられていました。当時を振り返って吉澤さんは自身のブログで、白熊さん時代はね、すごいよ、びっくりだよ、70キロ近くあったからね、極秘ですと、驚異の70キロ近くまで体重が増えていたことをカミングアウトしました。激太りした原因としては、差し入れが美味しくてね、ストレスもあったでしょうと、ストレスによる暴飲暴食の結果だったと明かしています。しかしその後ハロプロ内のフットサルチームに入り、運動をしたことで健康的に痩せることができ、その後は全盛期の頃のようなスレンダーな体型を取り戻しています。橋本愛。女優の橋本愛さんは NHK 連続テレビドラマ小説あまちゃんでブレイクして以来、そのモデルのようにスレンダーな体型で注目を集め、その後も数々のドラマや映画で活躍していましたが、2015年にバラエティ番組に出演した際に、見る影もないほど激太りしていることで話題になりました。その変わり果てた姿にネット上では、激太りした顔の輪郭が大変なことになってる、橋本愛土着素に可愛かったのに太って幻滅した、え、橋本愛何があったの、わらわらわらなどの辛辣なコメントが寄せられていました。当時橋本さんはテレビ番組に出演した際に、ストレスが原因で昼にラーメンを食べ、間食にはパンを7個食べ、夜にはピザとパスタ2皿を食べていると語っており、その後2022年にもパンを7個食べた後にラーメンを食べて、深夜に食パン1斤を食べていたと驚異の食べっぷりを打ち明けていました。週刊誌によると、あまちゃんに出演して以降、仕事のオファーが殺到したことで心身ともに疲れてしまい、仕事をセーブしていた時期もあったため、その時期にストレスで暴飲暴食に走ったのではないかと報じられています。そんな激太りした橋本さんは、その後18時以降に食事をしない、糖分の入った飲料は飲まないというダイエット法を徹底した結果、現在はかつてのようなスレンダーな体型を取り戻しています。川村隆一。ロックバンドルナシーの川村隆一さんは、デビュー当時は奇抜なヘアスタイルと華奢なルックスで女性ファンから絶大な人気を博し、ソロ活動を始めてからも変わらず美しいルックスをキープしていましたが、2015年頃から激太りを指摘されるようになりました。実際に全盛期の頃よりも15キロ以上体重が増加したとレコード会社関係者が証言しています。川村隆一激太り、かっこよかったのにショック、川村隆一すごい劣化してる、時間の流れは残酷だな、昔の面影すらないんだが、しかも声も出てないなどの声が上がっていました。
もっとも川村さんの激太りは年齢や暴飲暴食が原因ではなく病気の影響だとフォローする意見も見受けられます。というのも川村さんは2018年に肺腺がんを患い、早期発見により幸い手術が成功しているものの、治療に使われるステロイドには体内に水分を溜め込む副作用があるため、顔がむくんだり太ったように見えることが原因と言われています。浜崎あゆみ。平成の歌姫浜崎あゆみさんは、全盛期は女子高生のカリスマとして歌唱力だけでなくその美しすぎるルックスも人気の理由でしたが、近年では激太りが指摘されるようになり、実際に2017年頃の写真を見ると顔がパンパンに膨れ上がり、太ももは丸太のようになっていました。外国のおばあちゃんみたいな体型だね。憧れの外国人に近づいたのではわらわら、太るか恋愛のことしか取り上げられなくなったよね、などの声が上がっていました。芸能関係者の証言によると、コンサート期間中は運動量が多いのでおのずと痩せるものの、オフの期間に入ると自堕落な生活を続け、もともと太りやすい体質なのですぐにお肉がついてしまうといいます。また憧れの海外シンガーマドンナも、オフの時期は誰だかわからないくらい太り、コンサートが始まる直前に過激なトレーニングで体型を戻すことで有名で、リスペクトゆえにそれを真似した結果、浜崎さんは激太りし、さらに年齢とともに代謝が落ちて、コンサート直前のトレーニングでも体型を元に戻しにくくなっていると報じられました。佐々木彩香。桃色クローバー Z のアーリンこと佐々木彩香さんは、ちょっぴりセクシーでお茶目のキャッチフレーズ通り、デビュー当時はファンから天使と呼ばれるほどスレンダーな体型でしたが、2014年頃から激太りを指摘されるようになりました。あるテレビ番組ではトンネルズの石橋貴明さんから過去の宣材写真と比較され、彩香ちゃんちょっと写真と違くないと突っ込まれたこともありました。アーリン太りすぎにも程があるな、主婦感がすごすぎる、スラムダンクの安西先生みたいになってきた、などの驚きのコメントが寄せられていました。かねてから佐々木さんはシュークリームが大好物であることで知られており、自宅の冷蔵庫をシュークリームで満杯にしていたほどで、そのあまりの食べっぷりに恐れをなした事務所がシュークリーム禁止令を出したものの、我慢できず一説では体重が一時65キロもあったと言われています。そんな佐々木さんは激太りが指摘され出した2014年に、番組収録中のスタジオで転んで左足関節外下部を骨折し、全治2ヶ月の車椅子生活を余儀なくされましたが、その際にも肥満が原因で骨折した、骨折して動けなくなったことでまた太ったなどとささやかれていました。それ以来佐々木さんはブログで食べ物の話をする際には、ママと半分越したから大丈夫だよと記すようになり、そして近年では再びスレンダーな体型を取り戻したことで、ファンの間ではアーリンママの管理の賜物と言われています。松下由紀。女優の松下由紀さんはデビュー当時はダンサーとしても活躍するなど、スタイリッシュな容姿で注目を集め、女優としてキャリアを積み重ねてからは上品な婦人役や庶民的なおばちゃん役など、いい意味で年齢に合った役柄を演じています。しかし50代半ばに差し掛かった2023年頃から激太りを指摘されるようになり、実際に体が全体に巨大化して二重顎が目立ち、メディアに出演する際にはゆったりした衣装を着るようになりました。某パン屋の CM だが、松下由紀の激太りに驚愕、松下由紀大丈夫か、めちゃくちゃ太ったよな、見るたびに驚くぐらい太っててビビる、などの声が上がっています。激太りした原因については、松下さんは若い頃からたびたび体型の変化を指摘されていることから、太りやすい体質である可能性が高く、さらに50代に差し掛かった近年では代謝が悪くなり、また松下さんは酒豪との噂も上がっているため、大好きなお酒と一緒についつい食事を取りすぎているのではと言われています。池脇千鶴。女優の池脇千鶴さんは CM で芸能界デビューした当時、圧倒的な美少女として注目を集め、その後数々のドラマや映画で主演を務めるほどの活躍ぶりでしたが、30代半ばに達した2015年頃から激太りが指摘されるようになり、
さらに近年ではフケによる劣化までささやかれるようになりました。池脇千鶴、太ったというかむくんでる、ちょっとムーンフェイスみたいに見える、どこの老婆が映ってるのかと思って調べたら池脇千鶴だった、などの声が上がっています。しかし本人曰く、2015年に映画君はいい子に出演した際、役柄に合わせてこれ以上太れないところまで太って撮影に臨んだと語っているため、昨今の体型の変化は中年太りや暴飲暴食が原因ではないとのことです。さらに老いに対しても役柄上おばさんに見えるように姿勢を悪くして生活するなど、わざとエイジングを行っていたと週刊誌が報じています。実際に池脇さんは女優業についてプライベートを巻き込んでやってるというか、役になりきるというか、それで多分すごくそれ集中しちゃうというか、自分の人生の全てと語っているため、近年激太りや劣化がささやかれているのは、体を張って役柄に入り込むプロフェッショナルな女優魂の結果のようです。橋本環奈。女優の橋本環奈さんは2014年の15歳の時に1000年に一度の逸材としてデビューし、アイドル活動から女優業へとシフトしていきました。ただ可愛いと言われる一方で、2017年の18歳頃から太り始め、映画銀魂に出演した際の衣装チャイナドレスがパツパツであることが話題となりました。また翌年の2018年にはテレビ番組ぐるナイのゴチメンバーとなりましたが、毎週のように超高級料理を食べていた影響か、顔にははっきりとわかる二重顎ができ、これにはネット上から俺たちの千年に一度の逸材どこ行った、や環奈が急に貫禄出過ぎて引いた、など太ったことを指摘する声が多く出ました。一方で超売れっ子でほぼ休みもない状態であると報じられていたことで、昔のアイドルじゃないんだから適度に休ませてあげた方がいい、体への負荷をかけすぎていると思う、など心配する声もありました。もともと橋本さんは太りやすい体質であると自身が語っており、痩せたり太ったりを繰り返し、気を抜けばすぐにリバウンドすると悩みを吐露していました。現在でも大のお酒好きでもある橋本さんは、適度な運動や食事管理で体型維持に努めているようです。いかがでしたか。芸能界には信じられないほど激太りして物議を醸した芸能人が多数存在しました。ストレスによる暴飲暴食が原因の場合もあれば、もともと太りやすい体質で年齢とともに維持できなくなる場合もありました。近年ではルッキズムが問題になっているため、他人の体型を指摘するのは好ましいことではありませんが、ファンが受け入れられないほど激太りするのは悲しいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。